ここ赤レンガ4号棟は、うん、海軍が砲や銃を保管しとった倉庫なんやで。で今はセミナーやライブとか結婚式のパーティー会場として使われとる。結婚式ね。そういいよな、うん、ここで結婚式も。で当時のまんまの階段も残っててウェディングドレスを着た花嫁さんがそこから降りてきたりするんやで。めっちゃいい演出、うん、ちなみに国の重要文化財になってから改装されたで建設当時の面影を随所に残してて。おお、だからこんな雰囲気がいいのか。そうそうそう、レイヤーの撮影の場所としても人気らしい。おお、そりゃ人気やわ。そうだから定期的にコスの催しもしとるらしい。おお、行ってみたい。